はい、じゃあよろしくお願いします。今回は高校数学数2の関数の最大値最小値丸2をお送りします。で、前回からね、最大最小やってますが、またちょっと違うタイプの問題を今回取り上げていきます。で、大問1個なんですが、小問が2問入っているタイプですので、できそうな子はね、ぜひ動画を止めてやってみてください。で、ちょっと確認してもらって分かんないのがあれば、今からね、両方解いていきますので聞いてもらえたらと思います。いいかな。じゃあ早速ね、まず1番から解いていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあいきましょう。で、個人的にもすごく有名な問題だと思います。よく見るタイプの問題なんだけど、で、まず x プラス 3y イコール9、これが成り立っていると。で、 x も y も0以上です。まあ、x 大なりイコール0とでなっているので、で、今回小問2個に分けたんだけど、自分のイメージだよ。自分のイメージはもう1番がなくて、いきなりこれです。x2 乗倍。まあ、この値は分からないけどね。いろいろ変わりますけど、これの最大値最小値、およびその時の xy の値を求めようってくる。一応今回分けるために1番入れてるんだけどね。で、まず1番は x の取り得る値の範囲を求めようという問題です。で、これもやり方覚えちゃってください。で、まず x の値の範囲なんで、ここからここまでみたいになります。ここからっていうのは実はもう分かっていて、それがこれ。x0 以上って書いてあるからね。それはもう使っていいの。じゃあ、あとはいくつまでなのかなってところが欲しくって、で、それを解くためにはどうするかっていうと、これ、もともと、これがあるでしょ。で、これを x について勝負をしたいから、y イコールに直してください。いい？で、直すと何が起こるか。これにやると分かりやすくって、これ y イコールに直します。x こっちに持ってきて両辺3で割ればいいので、マイナス3分の 1x プラス3となります。で、このあと何をするのか。で、今これ y でしょ、 y イコールなんだけど、 y も0以上なんだよね。つまり y と同じこれももちろん0以上が成り立つよね。これとこれ同じなんだもん。だから、ここの y を今から無視して、これだけ解きます。で、やっていくと、3を右辺に持っていって、マイナス3。で、両辺マイナス3をかけるから、x、マイナスで処理したから、向きが変わって9になります。で、もともと0以上があるから、それとくっつけて、x、取り得る値の範囲は、0以上。9以下ですよって、こういう風に解いてください。これすごく有名な解き方ね、このタイプの問題で。で、2番いきましょう。まあ、最大最小なんでね、前回やったような風に解いていくんですが、まず最初に x2y だと x も y も入ってるから勝負ができないのね。じゃあどうするか。片方の文字にまとめます。 x だけとか y だけとかね。で、今回はここで x の範囲を出しているので x にまとめます。だから、これをで、どうするか。さっき y イコールこれって直しているので、 y のところにこのまま入れてしまえばいい。代入してね。で、プラス3か。こういうふうにやってしまう。で、そうすればあとこれ分配法則で配って、3分の1x3 乗プラス 3x2 乗となります。 x だけになったでしょ。で、一応ちょっとこの書き方ずるいんですけど、これを今から fx って置きます。こいつをね。で、もしあれだったらちゃんと fx イコールこれを置くとグって書いてほしいんですけど、ちょっと板書の関係でね、ちょっとサボります。で、まあ、あとは fx ってなってるので、微分して増減表を書いてっていう前回の流れと同じです。だから f'x 微分するとこれ、3出てきて消えるか、マイナス x2 乗プラス 6x です。で、 f'x、 あ、待ってね、ギリいけるかな。 f'x イコール0で、これを解くとイコール0をつけて、まあ、x 書き出すだけなので、ちょっと書いちゃおうかな。 x が0と6になります。で、前のね、動画でもやりましたけど、範囲がもう決まってるので、0から9です。で、0は被ってるから、
そのまま使えばいいし、6は間に入ってるから増減表は0、6、9とこの3箇所で書いていきます。で、じゃあ増減表をギリギリかな、ちょっと待ってね。 X でしょ。さあ、これでね、全然入ったっていうちょっとちっちゃく書きすぎになります。まあいっか。で、0から9だから0で止めて点点点6入れて点点点の9です。で、F'X、 あーちょいごめん、前回の動画で Y だったからね、クセル Y って書いてちゃった。 FX だね、今ね、ここがF'X で、こっちが FX、 失礼しました。で、F'X イコール0といたのが0と6だから、ここが0ね。で、書かなくてもいいんだけど一応バツ書きます。で、値を出していくと、今 FX はこいつです、こいつね。で、0入れると全部消えるから0で、6入れると、6636で、6約分して、かけ出したら安いね、72か。で、あっちも72だから0か。お？いや、違う気がする。待って、計算間違ってるか。6636、あ、36、3だもんね、0じゃねえよ。108か、だからプラス36だね。で、9入れると9の3乗よりもクク81、80、マイナスね、81かける残りの9で3と約分して3プラス81かける3だから消えるね、これね。というズルで解いてますけど、普通に解いてね、あの計算して構わないからさ。よいしょ。で、あとプラスマイナスだね、書いていくと、まあここ1でいいかな。F'X これか、1入れるとプラスだね、プラス5になるからプラス、まあ7とかでいいか。7入れるとマイナス49とプラス42だからマイナスになるね、こうか。で、こうなります。つまり、まあこれちょっとあえてね、ちょっと今回グラフ書きませんけど、まあこうなってるね、ちょうどこういう感じになってる。で、一番高いところはもちろん36です。で、一番低いところは0になるので、あとは答え書いていくのみと。ただ気をつけなきゃいけないのは、今回 X と Y の両方値を書かなきゃいけないので、まず前回みたいな感じだったら X イコール6の時って書きたいんだけど、そこにこれともう一個 y イコールほにゃららの時がつきます。で、先に書いちゃおうか。時に最大値が、36で、これどう出すかっていうと、今ここに y と x 最初ね、つながってる式があります。ちょっとこれ無視してね、ここだから、この x のところに6を入れればいい。で、約分してマイナス2プラス3だから y イコール1になるでしょ。つまりx が6、y が1の時に最大値が36だよって。で、こっち0と0で両方最小値取るので2個書きます。ちょっとめんどくさいんですけど、まあ書き方としてはこっちからいくよ。x イコール0。で、0入れると消えるから y が3だね。これ。で、もう1個だから、または x イコール9の時ね。9。y イコール9入れると消えるから0だね。0の時、右入るかな、ギリ入るかな、の時、入ってるだよね、時に最小値が両方0だから0と、こんな感じになります。ちょっとね、答えでかいから囲っちゃおうか。いいかな、まあ、こんな感じで解いてみてください。で、あの最初にもねちょっと話しましたけど、個人的にはここ1番がない状態、2番からいきなり出されます。まあもう2番からっていうか、これだけが出される。普通にこの条件が書いてあって、これの、まあこれでね値は変わりますけど、最大値最小値およびっていう感じになります。だからその時には1番の指示を受けなくても自分で x の値の範囲こうやって出さなきゃいけない。で、これがないと増減表が狂うから、だからこれが出した上でこうやって勝負する。で、増減表を書いて最後答えを導くという流れもパターンなので、これ。ぜひね、なんだろう、覚えておいていただけたらと思います。では。
今回は高校数学数2の関数の最大値最小値丸2をお送りしました。今回もねここまで見ていただいて本当にありがとうございました。でまだまだ続きます。次回ねまだ丸3がありますので、もしよかったらねそっちの方も見てみてください。じゃあ今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。